はい、ドラゴンボールドッカンバトルめっちゃハマってます。今ねこんな感じでギニューが隊長になってて、 SSR のベジータがいるよっていう。でね、これギニューがね、ギニューは結構ヒットポイント 15% アップっていうのがあって、なんかいろんな属性に縛られずに 15% アップするのはうまいかなということで、リーダースキルがね使ってるんですけど、まあそんなことはさておき、今4回またレアガチャが引けるようになったんでやろうと思います。まあ、何でもいいから SR 出てほしいね。できればそうだね、できればそうか、ギニュー特選隊で揃えたいって気持ちもあるけど、どうしようかな。まあ行ってみよう。頼む、なんか出ろ、なんか出ろ。ああ、金髪でない。これ当たり確定の時金髪になってんだよ。これ7系かな、これ。おお、ヤムチャレアか。ちょっとヤムチャ、ヤムチャ好きなんだよね、ヘタレすぎるところが。ちょっとヤムチャパーティー作りたいんだよね。ちょっと大事に取っておきます。全員ヤムチャっていう。ジャオーズ、あーでもこれ、そっか、レアか。レアじゃないね。Z 選手が集まってきたって感じ。くそー、なんかでも、あーまた金髪になってない。頼むよ。お、カッパレア力属性のナッパか。まあまあまあ、ヒットポイント 30% 以下で、なんだこれ、ピンチの時に強くなるっていう。微妙。頼む、なんかやっぱそうそう出ないんだね。 SR すら出ないっていう。おっ、ご飯だ、座るかな。レアか。うん、でも地属性持ってなかったから割とありかもな。うん、ああちょっと残念な結果でしたね。まあじゃあね、気を取り直して冒険の続きをやってみようと思います。では気を取り直して、18号と戦ってるストーリーになってます。今のところまあ、このギニュー特選隊となんか人造人間とベジータが混ざってるパーティー。さあ行きましょう。全員ギニュー特選隊したらなんかシナジーやりそうだね。常に気力上がってるみたいな。あ、18号とガチンコで戦うステージっぽいですね。ハテナに積極的に止まる派ですから交代で検討。雑魚戦か、ストップ、強制戦闘の。ミルキーキャノンが取るぞ。おっ、ベジータの必殺技。ああ、
強い。あら、クリが必殺技出なかったか、今まで虹色が絡むとそんなに気が立たないです。雑魚戦が続く風なんだね。もうほぼ無傷に倒せてるから、今のパーティーなら全然いけちゃうんじゃないでしょうか。俺キムと戦隊ですごい気力が上がってる。お、かなりいいんじゃないですか。ハンターのクレーキ一撃勝った。早くなった。全然食らってない方なんで、悟空とクリルはやっぱ気が上がるんだね。この SR のクリルがね、SR のくせに弱いんだよね。それがすごいへこむんだけど、おう、これがあるからハテナがちょっとやられてしまうんだけどね。レアなアイテムも拾う時もあるし、これでこの18号はボスっていう感じだろうね。そういうことだ。よし、時間ばっか。あ、速属性だから緑に弱いか。効かない。赤には強いけど。赤を置いてダメなパターンだ、これ。いいことしたし、ジュースが必殺技確定。全然減ってねえな。クラスターボールはどうだっけか。今は全然効かない。赤にも強いんだった。違ったかないな。まあ、バータが一冊で出せたっぽいな。太いね。なんか必殺技もらったら即死しそうだから、カルボ使っちゃおうかな。あ、クリリンが半分以下になるとちょっとアタックが上昇するみたいだね。クリリンは18号強いんで、クリリンで技を受け止めるように配置しました。
これは偶然です。検索設定が、まあ、ガーでした。体がドッツァンができるな。どんどんいいかな、これよし、どっか確定よし、どっかんで決めれるかな、これは本気を見せてよし、牛乳がどっかんします。集中だ。あ、今回ゆっくりだった。そう、これ速くなってるんですよ。全部揃えられたから、確かレッツゴー。うわー、さすがにドッカン強いですね。オッケー、よし、オッケー、クリアしたぞ。次17号と戦うことになるのか。